ジョージ6世大幹記念艦艦式は、1936年に退位した英国王エドワード8世に代わって、新国王となったジョージ6世の大幹式を記念し、英国スピットヘッド沖で1937年5月20日に行われた国際艦艦式。英国及び英連邦の艦艇145席及び招待された外国艦艇18席が参列した。写真は、 本艦艦式におけるドイツ総交換アドミラルグラーフ出兵。後方の脳廃塗装の戦艦はイギリス戦艦レゾリューション最大の白系塗装のは重要戦艦フッと招待されたのはアルゼンチン、キューバ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、日本、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン、 トルコ、アメリカ合衆国、ソビート連邦の18カ国。中でもフランスは竣工したばかりの新英高速戦艦、ダンケルクを、ナチスドイツはドイッチュラント急走交艦、アドミラル・グラーフ・シュペーを、日本は条約型工順、足柄を、アメリカはロッドマン帝徳が座上する戦艦ニューヨークを派遣した。日本は秩父宮洋人親王と,と節子比を派遣し、 秩父の宮は、イギリス戦艦クイーンエリザベスに上艦して、艦艦式に臨んだ。なお、ホスト国イギリスのちょうど級戦艦ネルソン級、オランダ海軍、ドイツ海軍、日本海軍、フランス海軍以外の参加艦は、第一次世界大戦前後に建造された旧式艦が多かった。また、第一次世界大戦後に建造されたものでは、日本海軍、ドイツ海軍、フランス海軍、 オランダ海軍、フィンランドのイルマリネンやポーランドのバーザやスペインのシスカルなどがあった。外国小隊艦艇の中でも、アシュガラ、シュペイ、ジャワ、ダンケルクや、近代化改修実死後のソ連戦艦マラートや、アメリカ戦艦ニューヨークなど、列強の精鋭艦を除けば、小規模な海軍しか保有していない国家が派遣できたのは、解剖戦艦もしくは小型艦であった。 すなわち、新英順洋艦を多数保有していたイタリア王国は、ジョージ6世大艦記念艦艦式にイタリア王立海軍の艦艇を一隻も派遣しなかったのである。国名 ABC 順、ありがとうございます。